昨日は目標の3キロ走り切れたし、この調子でトレーニング頑張るぞ。でも、はるかちゃんは5キロを朝夕で2回走ってるんだよね。いつかは私もそのくらい走れるようになりたいな。みのり、焦っちゃダメだよ。アイドルは一日にしてならずなんだから。はい、はるかちゃん、花里みのり、焦らずマイペースで頑張ります。あれ、でもマイペースじゃダメなのかな。みのり、何一人で喋ってるの。おはよう、みのりちゃん。あ、しほちゃん、こはねちゃん、おはよう。実はね、今モーモージャンプのワンマンライブのために体力作りしてるんだ。へえ、ワンマンってすごいじゃん。お姉ちゃんそんなこと言ってなかったけど。きっとちゃんと決まったら話そうって思ってたんだよ。もしかしたらしほちゃんをびっくりさせようとしてるのかも。だったら悪いことしちゃったかな。どうしよう。そうだ、しほちゃん、知らないふりをしてもらうことは可能でしょうか。いや、そこまでする必要ないでしょ。でも、みのりちゃんたちのライブ楽しみだな。ライブの予定が決まったら教えるから見に来てね。うん、もちろん。お姉ちゃんに見つかるとめんどくさいけど、初めてのワンマンライブだしね。わーい、ありがとう。みんなが見に来てくれるならもっともっと頑張らなきゃね。とりあえず朝と夕方に3キロずつ走り込みできるようにならなきゃ。朝と夕方？2回も走るの？うん、はるかちゃんが毎日やってるんだって。だから私もこの前から始めたんだ。って言っても昨日の夕方に3キロ走っただけなんだけど。ううん、十分すごいよ。まあ、今までやってきてなかったなら1キロでもきついだろうしね。少しずつでも頑張ったらいいんじゃない。こういうのって無理しない程度に続けるのが大事だろうし。ありがとう、無理せずコツコツ頑張ります。でも体力作りか。私も歌っててバテちゃうことあるし、何か始めてみようかな。そういえば駅前に屋内型のスポーツ施設ができたってサキが言ってたな。確かスポジョイパークだったっけ。あ、私も聞いたことある。屋内でサッカーとかテニスもできるし、ローラースケートでも遊べるんだよね。すっごく楽しそう。スポジョイパークか。配信でやっても盛り上がりそうだし、次の企画で提案してみようかな。休憩しよっか。平気、まだ始めたばかりだし。本当？無理しなくていいからね。ジョギングじゃなくてウォーキングならって思ったけど、かなでにとってはこっちもきつかったかな。っていうか今日すごい暑いし、瑞希に乗せられたけどやめとけばよかったかも。でも
肉ついてきたのは事実だし、運動はしないといけないんだよね。はあ、せめて焼けないように日陰歩こっかな。奏でも初日なんだし、無理しないで適当なところで。体力つけないと。奏で、奏でがこんなに頑張ってるんだから、私ももうちょっとちゃんと歩こうかな。ほら奏で、こっちの道の方が影になってるし、ちょっとは歩きやすいと思うよ。一緒に歩こう。あ、うん、ありがとうエナ。公園の真ん中まで来れたね。あ、向こう側って池があるんだ。日の光が当たって綺麗だな。こういうのも描いてみたいかも。こんなに暑いのに歩くなんてって思ってたけど、たまにはいいかもね。かなでもそう思わない？あれ？かなで？駅まで隣にいたのにどこに。あ、かなで大丈夫？もしかして具合悪くなったんじゃ。あ、大丈夫。ちょっと止まって休んでたら急にセミが飛んできてびっくりして転んだだけ。そうだったの？転んだところは大丈夫？うん、大したことない。でも、そろそろ足が動かなくなってきた。まあ、多分1キロくらいは歩いてるしね。普段の奏からしたらだいぶ頑張った方じゃない？今日は無理しないで、また涼しい日に来ようよ。そうしようかな。エナ、付き合ってくれてありが…あら、もう終わっちゃうの？ルカ？どうして急に？ふふ、なんだか珍しいことをしているじゃない。面白そうだから来ちゃったわ。別に面白くはないけど。というか、今日はそろそろ解散するつもりなんだよね。奏もバテちゃってるし。そうなの？せっかく応援しに来たのに残念ね。応援？エナもそうだけれど、特に奏が集中して曲を作るために苦手な運動に挑戦しているんでしょ。それなのにもう終わっちゃうなんてもったいないんじゃない？確かにそうだね。ルカの言ってることもわかるけど、今日はもういいんじゃない？だって1キロも歩いたんだし。休憩を入れたらそんなに歩いてないと思うけど。こういうのは気持ちの問題だから。私だって頑張ったし。そう、残念ね。体力をつけた奏がどんな曲を作るのかとても楽しみだったんだけど。そう言っても作る曲自体は変わんないでしょ。でも、この運動は曲作りのために始めたんだし、ちゃんとやりきらないと。ちょっと奏で、曲作りも大事だけど無理するのは良くないって。ウォーキングなんていつでもできるでしょ。でも、あれ、そこにいるのってもしかして。花里さん。あ、やっぱり奏ちゃんとエナさんだ。こんにちは。こんにちは。みのりちゃんって確かこの前奏を助けてくれたんだよね。ありがとう。いえ、助けたなんてそんな。ジョギングをしてたらたまたま会ったので。でもまた奏ちゃんと会えて嬉しいな。
今日は二人で散歩してたんですか？うん、曲作りのために。曲作りのため？ああ、うん、実はね。体力作り？うん、私たち普段インドアだからたまにはウォーキングしようかなって思ったんだけど、ちょっと無理しすぎたみたい。ごめんね、エナ。せっかくついてきてくれたのに。気にしなくていいよ。今日は特別暑いから仕方ないって。うん。この暑さじゃなければもう少し歩けそうなんだけど。なるほど。だったら駅前のスポジョイパークに行くのはどうかな。スポジョイパーク？うん、この前できたスポーツ施設らしいんだけど、メジャーなスポーツからちょっと変わったものまで遊びながら楽しく運動できるんだって。室内だから暑さも関係ないし。へえ、そんな場所があるんだ。私も知らなかったな。暑くないなら運動しやすそうだね。遊びながら運動できるっていうのも楽しそうだし、いいんじゃない？それじゃあもしよかったら今から一緒に行きませんか？私も体力作りしたいですし、ウォーマージャンプの配信のためにいつか下見したいなって思ってたんです。暑くないし楽しそうだから行ってもいいと思うけど、どう？奏。うん、そうだね。花里さんが迷惑じゃなければ。やったー、ありがとう。あ、でも行く前に少し寄りたいところがあるんですけど。寄りたいところ？確かこの辺りに。あ、どうしたの？あれ、この声って。